京都宇宙の存亡をかけた力の大会は終わりを告げ、悟空たちはそれぞれの日常へと戻っていった。こぶすぞ宇宙へゴー、最先端の宇宙音、この手につかむよ、すっぽんとに笑ってたい、自分が慣れっこだい、 I can get no satisfaction、 退屈は石になる、重くて落ちちゃう前に、ワクワクの羽広げ、次の世界へ行こう、可能性のドアはロックされたまま、やれやれ今度も壁をぶち破る、今だけ叫べヘロヘロガッパ、無敵のオイラがそこで待っている、ドラゴンボールスーパー戦王様もおったまげ、皆さんお待たせしました、宇宙の帝王ここに完全復活です。追いかかろっと、身勝手の極意はどうした、できねえんだ。何、あの大会で追い込まれて偶然できただけみてえでよ。ほう、ならばこの俺がそれ以上の力を手に入れてやる。待てよベジータ、黙れ、貴様だけは俺より先には絶対に行けせん。ベジータ、オラたちもっともっと強くなれっぞ。当たり前だ、サイヤ人の強さに限界などあってたまっか。限界の向こうへ果てしない挑戦は続く。まだ見ぬ強敵が現れた時、再び悟空たちの冒険の日々が始まるだろう。それまでしばしの別れ、みんなまた会おう。